人生ってどんな風にできているか考えたことはある？月日が流れ、山と川が集まる。人生はいくつもの偶然が重なった出会いなのかもしれない。誰かと出会いたければ、同じ時代の同じ町で、同じ時間に同じ場所に現れ、そして運命の巡り合わせを待つ必要がある。ありふれた人生の奇跡が絡み合い、平凡だった日々が色鮮やかに輝き始める。明日は新年だから、今日は早めに帰りましょう。年に一度しかないんだもの。大事な人と一緒にいられる時間を大切にして、自分の気持ちを伝えないとね。みんなは今夜何をするの？コメントを残して私に教えてちょうだい。エデンはこの雪で帰って来られないらしい。そっちはまだ残業しているのかい？早く帰っておいで。ついでに小麦粉を買ってきてほしい。昨日買ったばかりだが、もう使い切ったのか。二人とも出かけるのか？うん、コズマが言ったの。夜にしかできないことだって。あ、ヒーローとは長い夜を越え、新たなる黎明に光を与えるもの。コズマがたくさん買ったから一緒に来る？あ、今からか？やめておこう。あら、ケビン、お帰りなさい。待ってたわよ。ん？これは？郷土料理の餃子です。年越しと団らんの意味があるんですよ。私の故郷では新年になるとこれを作るんです。まずは冷水と小麦粉で生地を作り、生地を伸ばして皮の形にします。中に餃子の餡を入れて三日月型に包めば。あの、スー、包み方が違うかと。地域差ではないだろうか。彼らは何を担当しているの？戦え！
緒にどうですか？いや、俺は…来て、ケビン。経験がないからこそチャレンジするのよ。悪くない。さくら、案はできましたか？ただいま。私も手伝うよ。案になってください。これは、なんというオーラ。これほどの包丁さばきとは。さすがじゃの。よし。負けてはおれぬ。あの二人何なの？ん？お客さん、家庭用ロボットの新機能をお見せしよう。まだアンの比率がわからない？それとも効率を良くしたい？アンと生地を中に入れてこうすれば。便利だと思わない？お礼はいらないよ。私のクラインに何をしたの？ねえエデン、見える？花のように美しいでしょう。ええ、可愛らしいわ。戻ってきたらみんなの作った餃子が食べられるわよ。見て、こんなにあるの。外はカリカリ、中はジューシー。いい焼き加減だ。予想外な作り方ではあるけど、この餃子本当に食べられるのか？わからない。やめておこう。腹を壊したくない。食べ物を人待ちにしないの。みんなの餃子は個性的よね。でも、ケビンのがないわね。あら？わあ、ケビン、すごいじゃない。みんなも見て、ケビンの餃子よ。ああ、初めてなのになかなか上手ですね。実は…さすがはスーの親友じゃない？うん、どの餃子も綺麗にできている。僕より上手かもしれない。かっこいい。いや、これは…シートが入ってるわ。購入時刻は30分前？ズルは良くないわよ、ケビン。罰として餃子を茹でるのは任せるわね。わかった。コズマ、ファイト。ああ。熱いわよ。ケビンが料理するところなんて初めて見たよ。ケビンはメイのために料理を勉強していたんだ。ただ残業が多くて料理をする時間がなかっただけだよ。うん。では夕食の前に私が素晴らしいショーを見せてあげよう。わあ、楽しみだわ。レディース&ジェントルメン、ちゃんと見ててね。まばたき禁止だよ。みんなの餃子、かわいいわ。期待して、私の餃子に驚くがいい。ナイス。
夕食はなしだ。寒い。何があったの？実験報告が終わったら教授に休暇を申請するから。